よし、やっていくぞ、フレーム。操作の方法忘れちゃったけどな。はい、くるっと。ここまでは前回までやったよな。ここからだね。路地に入ると思うんだけど、一回失敗パターンを見てみよう。あー、なるほどですね。あー、そっか。これがミソだと思うんだけどな。あれ、この感じしかないのか。じゃあ逆にしてみる？こうか。はい。どうやったらうまくいくんだろう。ちょっと読めないんだけど。失敗するんじゃないの？これで。あー、そういうこと。うんうん。で、後ろから落とすのかな。あー、落とした。はっはっはっは。なるほどね。あれ？まあまあ、あー、なるほどね。そうくるか。これパズルになってるから、これこうでしょ？で、上に行くとしたら、ここで合ってていいんで、横。あ、違う、これが。あ、なるほど、こういうこともできるのか。で、横行って、まっすぐ行ったところを。え？ちょっと待って、一回やらせて。これ多分間違ってるな。そっか、この回転の概念ね。うん。OK、OK。で、ここも OK でしょ？はい。あ、まあ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 、そうだね。あ、これも回転するのか。で、これも回転するのか。なるほどね。回転するのは3つあるんだね。上に行く、横に行く、で、横で下に行く、下に、でも見つかるな。上、横、横、下。ああ、見つかるな。ちょっと一回行こうか。ああ、そっか。上に行くのか、今度、駒が。駒の動きどうなのか、こういう感じかな。まあちょっとね、これ失敗すると思うんだけど。まあまあまあ、ここまではいいんだよね。まあ最後は絶対捕まっちゃうんだけどね、捕まっちゃうので、ってことは、これを縦にするのか。で、こうしても、大丈夫ではないね。縦にして、こう、こう、こうだろ？下に行く。下に行くのがもう無理か。あ、でもここで、こう横にすれば、これで下に行くんだけど、ダメだな。ちょっと考えさせて。これちょっと編集点でこの辺切っちゃうと思うんだけど。ああ、3方向にできるよ。なるほど。これでちょっとパターン広がったな。待って待って待って、下。今度上。上、あ、これでいいんじゃない？
で、ここで裏を取る。あ、そっちに行くのか。上の段から行くのか。こう、こう、こうだと思っちゃったな。うん、違うか。ね、じゃあ。あ、これは？うん。まあ、ここまでは一緒だね。そうそう。で、うん。で、上。あ、行った行った行った。ほう。よかった。うん、オッケー。もう回転の概念が出てくると難しいね。え？え？どうなってんだ？まあ、捕まるよね、一回。うん。まあ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 、まあそれはね。え？これは何を意味してんだろうな。ん？ちょっとやってみよう。あれ多分仲間だと思うんだよね。あ、なるほどね。何かがなるほどねだったんだけど、俺の中で。で、この段階で、あ、違う。あー、なるほど。そういうことか。え、でもそこから出てくんの？ちょっと思ってたんと違うけど、正解だ。正解というかクリアしたな。上から来る。あ、これはそうだよね。回転するのは1個だけか。で、下に降り、これで倒して下に降りる。え？降りてきた。うん、捕まっちゃうな。結局捕まっちゃうな。ん？この角度なんだろう。この角度なんだろうな。こうか。で、下を通って。でもダメだな。ちょっとわかんないけどやってみよう。倒すよね。あ、そっち行くの。うん。はっはー。まあ、捕まっちゃったけど。そっか、階段にもなるし、壁にもなってんのか。じゃあ考えよう。こうだな。これで降りるけど階段登るんじゃない？で、次のコマで階段を登る。そう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 。で、上から来るから、うん、で、これで気づかれずに通過。ほっほー。次も回転のコマが2つか。むずいんだよね、この回。あれ？あ、そうか、動かせるよね。あ、これも回転だ。で、これ固定だ。となると、こうか。ん？上から行くから。ちょっと待ってね。あ、これで OK だ。よしよしよし。ああ、よかったー。おお、今度は回転のコマが2つ。
あ、これは使い道すごいありそうだな。あ、しかも上り下りするわけか。ちょっと待って。どういう動きをするんだろう。走って、あ、そっちの駒ね。で、降りる。倒す。でもまあ、ここで捕まっちゃうね。はい、捕まった。ってことは、降りると見せかけて、上がり、上がって倒す。で、その先か。で、倒す。登る。この駒、待って、待って、考えてる。今考えてるから 話しかけないで。誰も話しかけてないけどね。ちょっとね、喋りながらだと考えられないんだよな。で、上に上がる。ちょっと待ってね。あ、違うな。これだとミスるけど、やってみよう。これはミスるよね。途中まではいい。あ、違う。ここで右に行くのが、ここの段階でダメか。で、上に行く？これで、ここの駒上に行くのかな？下に行くのかなって変わるよね。これ仮に下に行くとしたら、下、ダメだな。上に行くとしたら、まあ結論ダメだな 降りるだろう。降りてくる。むずいな。降りる。わかんなくなってきたぞ。ずっと降りる。やっぱこれこうかな。ちょっと見てみよう。で、次の駒で上に行くのか下に行くのかだよね。あ、そっちから来るのか。ああ、下に行った。降りる。あれ、なんかうまくいってる。倒す。お、結果オーライ。よしよしよし。はあ。回転は？回転がないか。これはどっから来るのかな？上かな？下？あ、下ね。はい、オッケー。下から来る。上を通る。下に降り、あれ？これでいけんじゃないの？ああ、サーチライトがあるのか。ああ、なるほどね。じゃあ、あ、サーチライトの向きを変えることができるんだ。降りる。で、サーチライトが下を向いてるだろ？で、上に上が、あ、これだな。これでいける。
でも彼最後の駒で下に降りるのかな。ああ違った、行けなかった。行けなかったね。あ、階段も変えられるのか。ちょっと待ってて。こう上、ねえこうだ。これでいけたかな。で降りる、そうそう、で上がる。よし行った。お？睡眠薬。ああ寝た。あれ？あ、変えられるんだ駒が。あの男死んじゃうじゃん。0912。あ、終わってない。第3部があるね。でも今日は多分ここぐらいまでだろうな。まあちょっと触りだけでもね。え？なんか新しいアクションがある。え、何この時間のアクション。またちょっと難しくなってるねこれは。あーなるほどね。なんか新しいアクションがあるはずなんだ多分。まあ今捕まっちゃいましたけどね。また次に新しい場面来ましたね。でギミックがまだちょっとよく分かってないんですけども、まあ次回やりながら覚えていきたいなと思いますね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。